いや、硬いな。声キモ。なるほどね。はい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 。じゃあ、これを壊そうか。ローズはさ、正面から見れるってことは、やっぱりEさんの顔って隠されてるんだね。皆さんこんばんは。今回もね、バイオビレッジ、シャドウオブローズですね。続き遊んでいきましょう。さあ、では、暗い方をですね。これは、ローズなのかな？回復薬。ようやく。どうしてこんな。うん。ようやくアイテムが来たね。え？デュークの声か、今の。え、今のさ、デュークの声っぽくなかった？てか、ナイフかなんかくんないかな？あ、やっぱりデュークの声だ。え？デュークの、あれか？真実も見れるのか？もしかして。また一匹捕まえたようですな。ああ、おやおや、息がいいですな。それだけ抵抗できるならもう少し楽しませてくれてもよかったのではないですか。仮面がなんかやってんのかな。どうやらこのウサギではちょっと力不足だったようですな。残念ですな。もう少し気概を見せていれば浄化結晶を手に入れられたのに。浄化結晶？誰です？ほう、新しいウサギが迷い込んだようですな。さて、今度のウサギは逃げ切れるでしょうかね。さあ、お前たち、あの獲物を捕らえなさい。おお、いっぱい来てる、いっぱい来てる。これは何、俺気になってんだけど。これはあれなのか、とりあえず逃げるしかないのか。おお、逃げるしかないのか。どこに逃げたらいいんだこれ。だってもう行き止まりだよな、ドメトレスク城だから。ああ、そこから出られる。え、なんか歪んでね。まずいな。え、どうしたらいいんだ。でも武器ないよね。嘘でしょ。銃はどこにあるの。え、こんな感じ。やはりこれはE さんが、E さんがやっぱりあれなのか。いや、硬いな。声キモ。ああ、金婚みたいな消え方だね。ようやく武器を手に入れたけど、絞りがあれだな。で、どこに行ったらいいのこれは。いや、まずそうだな。今行ったら多分死んでたよね、多分ね。え、これ戻っ、なんかある。ハンドガンの弾か。いやー、ちょっと、撃ちすぎたな。でも敵の動きが。次の獲物を探しに行きますかね。お？これ、いるんじゃないの？あいつらどこ？あれ、いないね。いや、そう簡単には手に入らないでしょう。浄化結晶ね。
これ大きな結晶が青白く光っている。で、人たちに金銀銅の仮面が戻ったとき光は解放される。仮面なんて一体どこにあるの？これあれと一緒か。なるほど。これ多分上はいけないよね。多分ドロドロしちゃってていけないんじゃない、これ。あーだろうね、だろうな。だわ、そっちもいけない。なるほど。いや、ハンドガンね、9発しかないってのはちょっと心もとねえな。セーブはここか。なるほど。これはショットガンかな。また思わせぶりな。あれだね。しかも、この三つの目。あれだ。ドナのやつだね、これ。ショットガンが手に入るのか。買うわけじゃ。なるほど。チェーンカッターが必要だね。なるほど。ハンドガン弾。てか武器を手に入れた瞬間、敵が出てこなくなってきたね。これ地下だよな。敵いるわ。いや、これ倒さなくていいでしょ、多分。なんだこれ。チェーンカッター。これは、え、開かないの。それはさ、聞いてない。待って、あぶね。ちょっと弾撃っちゃったけど、チェーンカッター手に入れたんだったらこれ開かんないよね。うん、だったら中庭に行けばいいのか。なんだ、オーバーヒア、こっちだ。なんだこれ。渡す。なんでマイケルは守ってくれないの。敵相手。戦えるのは私一人ってことね。うん、ハンドガン弾ありがたい。20発ぐらいくれてもいいのよ。ここで、チェーンカッターね。うん、仮面かな、あれ。これは気味の悪い物体が張り付いている。これはハーブか。初めてのアイテムだね。まあそう簡単には取らせてくれないだろうな。ていうか届かないよね、あれ。あ、ムービーか。これってを壊す。この気味の悪い塊のこと、どうやって壊せばいいの。力を捨てるためにここに来たのに。そう、わかった。でもそれってどうすればいいの。何のこと。高めるもの。うん、わかりやすいな、進む道が。あのね、初心者の人でもわかりやすいような感じ。あっちこっちにあるんだよな。なんか暗っ。これは何か必要だな。あ、この文様の鍵があるってこと？どっかに。ガンパウダー。ガンパウダー来たか。じゃあ、あれだね。合成もそろそろできるようになってくるってことか。すごい不安しかないんだけど。弾少ないからさ。
なんだ？薬液。これは？使えるものは全部使う。ハーブと薬液、ガンパウダーと薬液。うん。失礼。まあ、ハンドガン弾かな。うん。ハンドガンの弾はちょっと欲しいね。こっち開くんか。こっちは？ああ、鍵かかってんな。ってことは一周してきて向こう側からってことか。いや、グロいね。おっと。まずいな。ガンパウダー。まずいね。おお。敵か。まずい。おっと、危ね。これ、やるべき？おお、まずい。まずい。ちょっと待って。一回でさ、一回でそれは、まずいね。あ、回復ない。ああ、一回で、もう、瀕死かよ。あ、回復した。え？なんか自動的に回復したぞ。なんなんだ。おっ。ちょっと待って。これ、一旦下がろう。あー、下がるべきじゃなかったかもな。今の行くべきだったか。そこでしょ？おー、そこだよな、行くの。3体いるのか。3体は、ちょっと相手できないから。3体は相手できないから。これ、足打ったら。あ、OK。よし、ひるんだ、隙に行こう。薬液。一応、あれなのかな？ん？これ壊したいんだけどね。どうしたらいいんだろう。ここはあれだよな。おわ、すごいな、なんか。通れないじゃない。向こう側に行く方法はないの？これあれだよな。あの、ベルが、ね、あるところだけど。ん？これ言っていいのか？調べる。あー、なるほど。で、この上を通ればいいのね。うわ、もうそこまで行っちゃってんじゃん。もう戻れないぞ。よし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 。やっぱ踏んだら死ぬんだろうな。ここにアイテムあるんだけど、ね、やっぱないよな。うん。作りは一緒だね。これ、ローズの物語、どのぐらい、ね、作り込まれてるんだろう。2時間ぐらいあるのかな？まあ、進み具合によってって感じだろうけど。おー。これは通れんな。そこに本来なら読み物あるんだけど、読み物もねえな。弾10発なの。あれだね。不安しかねえな。ん？あ、ダメだな。ライフルもここにはない。お、なんだ？これだ。これは？得意型フラスク。それで、一体これをどうすればいいの？集中？やってみる。なんだか血が今までと。わかった。とにかくやってみる。お、なんか右下になんか出たぞ。しかもセーブがある。ハーブだ。
弾は？お、良いもの。特異菌同士が更新に使っている化学物質、オートインデューサーを強い干渉力で遮断すると、特異菌の働きは極端に鈍くなることが分かった。例えば、特異菌の塊である菌核に対して、化学物質の遮断を一定時間行うと、組織がボロボロと自壊していくのが確認できた。菌核は特異菌が新たな場所へ進出しようとする際、その足がかりとして形成される。はぁ、なるほど。強い干渉を受けるなどして、菌核が危機にさらされた場合、その菌核の根付いた黒領域も自壊していく。特異菌がその場を生息に不適格と判断するためであろう。なるほど。だから、さっきからさ、瓶とかが、なんか、汚染されてたりするのは、これとか。これを、うん、壊すことによって、ハンドガンの弾とかが手に入るわけだ。にゃるほど。おっと。そんな、遠くからでも行けるんだ、これ。いや、素晴らしい、これ。楽しい。なるほど。これで浄化をしていくってことなのか。ガンパウダー。なるほどね。はい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 。ね、能力が手に入った瞬間ね、強気になるやつね。おー、たっけ。そのまんま降りれるんだな。で、ここも通れなかったけど、回り道はダメか。これ掃除しないと。掃除するって言っても、あ、ここまでは大丈夫か。どこに、あれか。あれを壊せば、すごいね。遠くからでも、ね、遠くからでも浄化ができる。なんだ？ドアか。一体だけ？なんか倒さなくてもいい敵な気がするけど。やっぱりダメか。なるほど。今ので大体分かった。鳴き声がしたのが倒したって証拠か。なるほどね。了解。じゃあこれも浄化しよう。こういうことができるって分かった瞬間ね、強気になるやつね。これがロングマガジン来たー。パーツ装着。オッケー。いいね。で、ここも後々通れるようになるんだろうな。なるほど。じゃあこれも壊せばアイテムが手に入りそう。ハンドガン弾かい？いいじゃん。いいね。いよいよ。こっからはさすがに届かないか。これならいける？よし、いけた。ちょっと遠かったけどな。これが薬液。ありがたい。ありがたいですね。いや、これはあれだな。これは、あれですね。どこにあんのこれ。これは、三人称をやっておいて正解だったな、これね。絶対正解だったやつ。あれか。あれがそうだよね。上にあるやつがそうだ。どうしようかな。敵がいるんだよな。ちょっと見えづらい位置にあるんだけど。バレないようにいけねえか、なんとか。いけた。よし。で、これ走り抜けようか。ていうか、こっちにおびき寄せたいんだよ。こっちに来てくんない？多分、倒す必要ないよね。倒す必要ないから、オッケー。そう、こっちに呼んでおけば、通れるから。何？ずいぶんいるじゃん。ずいぶんいるじゃないの。これ全部相手にするのは、ちょっと不
可能、不可能だな。これ全部相手にするのは不可能だから、あーなるほど、1体ぐらいはやるしかないか。あ、これ撃たなくてよかった。これ通れるよね。通れる通れる。オーケーオーケー。これはよし、いけたね。で、でこれが、これがいけないんだから、下か。あ、そうだ、なんかそうだよね、何、なんだ、何の音？うわ、結構侵食されてるね。まずあれか、あれを壊して、これは何？ガンパウダーか。ガンパウダー合成したいな。回復薬も欲しいけど、いや、ちょっとハンドガンちょっと多めに作っとこう。よし、オッケーオッケー。鍵がまだ、なんだ？あ、これが次の一つ目の扉、地下奥。なるほど、あれだ。なるほどね。はい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 。じゃあこれを壊そうか。よし、これで1個目、銅の仮面。よし、やっと取れたわ。うん、ようやく取れたね。で、そういうところが行けるようになるわけだね。ちょっと遠すぎるな。よし、これって俺来たよね。うん、そしたらさ、なんだっけ、一つ目って俺鍵持ってないんだよな。あ、これいけるじゃん。いや、これ楽しいこれ楽しいな。あ、ここなんかあんのか。何もないよね。一つ目のさ、鍵なんてないんだよね今。だから戻ってどっか、あ、ここで休め。浮かない顔。当然だよ、こんなことになるなんて。それは帰らないに決まってるでしょ。結晶が必要なの。ありがとう。おお、回復、ありがたい、ありがとう。あ、結晶、ん？どうやって使うのこれ。あ、回復の仕方は一緒なのね。で、鍵がさ、必要なんだけど、こっちって行けたっけ？ああ。敵がいるな。いや、でもここって何もなかったよな、確か。戻るか。ああ、はい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 。上も行けるようになるんじゃない？そしたら。そっちはさ、あれだけど、あ、これこれこれ。これを浄化して、上に行けるようになる。で、これも壊すことによって、壊すことによって、ここが通れる。はい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 。これも、デュークがいたところが、うん、通れるようになる。なあ、デュークがいねえのすっげえ違和感だな。あ、一つ目の鍵だね。ハーブ。いや、なんか、作りが違う。何も覚えていない。私が何者だったのか、どのように生きていたのか、何もわからない。
この仮面の下の顔が崩れているように、私の記憶も崩れ去ったというのか。ただ残るのは、誰かをいたぶり憎たらしい姿を見たいという乾きにも近い感情だけ。さて、次はどうするか。そろそろ、とっておきのやつを向かわせてもいい。顔がたくさんあっても、知能のないあいつのことだ。容赦なくウサギを追い詰めるだろう。これは、デュークの、記憶というか、あれなのかな。ね。ここは浄化できるものは何もない。かなり、おーっと。いや、飲み込まれる。あっぷね。あっぷね。見えてなかった。おーっと、これはまた、通れないな。かなり侵食がひどいね。したらあれか。今行けるところは上だけだね。そこも、こっちってなんかあったっけ？暗。こっちって、なんかあったっけ？これ触れないようにするの難しいな、意外と。あ、あるあるある。浄化しまーす。よし。そこは広すぎて不可能だな。これは？エレベーターのところだけど？お、なんかある。ここ安全。おお。私は大丈夫。でもマイケルは？文字がかすれてるのはそのせい。あんまり無理しないでね。うん。ハンドガン薬液。安全。ここ安全なのか。ってことはセーブ屋みたいなもんだけど、セーブはないのね。なるほど。エレベーターもこれ、これ形だけだな。そうか。なるほど。じゃあ、上に進んでいきたいけれども、時間がね、またいいぐらいなので、またここで終わりにしましょうかね。はい。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、通知の Twitter、インスタ、TikTok、コメントなどよろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。